ラフィットカジヤ、フレンチクォータージャンラフィットは19世紀初期にメキシコ湾で活動した海賊。フランスボルドを生まれ、寺院は三男に生まれる。ラフィットの家族名はフランス南西部で一般的な名前。フィットは小英語で歌を意味する何時アメリカに来たのかははっきりと分かっていないが、ジャンとピエールの兄弟は1803年のルイジアナ、バイシュジには ニューオーリンズのカビルドにて、ピエールは、フレンチクォーターのロイヤル通りとデュメイン通りの角に、家を買い商売を営んでいた。ジャンは1803年のルジアナ買収後、ニューオーリンズ近くのバラタリアに、王国を設立、米英戦争のニューオーリンズの戦いにおいて、1000人以上の兵士をアンドリュー・ジャクソン側に出して、エドワード・ポー・コンダム率いるイギリス軍と戦った。 功績を評価され、その後、フレンチクオーターのフィリップ通りとバーボン通りの角に、ラフィットカジヤという名の居酒屋を開いた。この建物は1772年より前に建造され、フレンチクオーターに残る数少ないオリジナルのフランス建築である。1817年頃、ガルベストン沖のガルベストン島に王国を設立し、メゾン・ルージュと名付けた屋敷に住み、 上海に大砲をガルベストン湾に向けて設置して、取り出にした。1820年頃、フランス植民者のマデリーンと結婚した。ジェームズ・ロング総督はラフィットをスペインからのテキサスの独立のために雇用しようとしたが、ラフィットは中立を保った。1820年にテキサスは独立したが、ラフィットは島に泊まる。続けられていた。 海賊行為によるアメリカ商船への被害のため、1821年5月に立ち退きを強制され、多くの仲間、宝物、酒などと共に居住地を燃やしてガリベストンを去った。彼は島に宝物を埋めたとされるが見つかっていない。現在島に残っているのはメゾンルージュの基礎部分のみである。1820年秋、長兄ピエールは床単半島北部で死亡。 1822年2月、キューバのプエルト・プリンチペで脱獄。1823年に、ホンジュラス湾で開戦をしたとも言われるが定かではない。ジャンは1826年ユカタン半島に、上陸したハリケーンで死んだとも、家族と共に生活した後、1840年代にセントルイスで亡くなったとも言われるが、定かではない。1958年には、ユルブリンナーが、 ラフィット役を務めた映画が公開されている。増田義郎、図説海賊、川出処防審者、2006年7月、121ページ。ISBN 978から4から309760841。ありがとうございます。